物語の始まり始まり、パチパチパチ。あなたは大切なワンピース。引っ込み思案のピースくん、手をつないでってなかなか言えなくて、いつも一人ぼっち。誰とでも手をつなげる子にずっと憧れていました。穴ぼこだらけの僕だってみんなと手をつなぎたい。そう思ったピース君は無理やり飾りの手を作ってみました。君ちょうどいいから私とも手をつないで。ピース君、僕も。ピース君はあっという間に人気者。でもだんだん自由に動けなくなっちゃって。わあ、ちょっと何？ピース君はみんなに引っ張られてうまく合わせられなくなりました。みんなに合わせるから僕を嫌いにならないで。ピース君は急いでお家に帰っていろんな形になってみました。あれも違う、これも違う、もっともっとみんなに合わせなきゃ。そうしているうちにだんだん元の形がわからなくなって、病気になってしまいました。僕なんていてもいなくてもいいんだ。もうこんな世界からいなくなっちゃいたい。軸層パズルがあったのです。
リングちゃんはピース君にこう言いました。あなたは欠けてはならない大切なワンピース。あなたがいてくれたから私もつながれるんだよ。ピース君は涙が止まらなくなって、このままでいいんだ、このままがいいんだ。ピース君は嬉しくなってハミングしてると、だんだん力が湧いてきて、今度はハミングちゃんの手を夢中で引っ張って走り出しました。あ、向こう側にも何かいるみたい。覗いてみよう。せーの、ピタッ。二人がハマるとみんな一斉に歌ってくれました。なんとその絵は地球が嬉しそうにハミングしている絵だったのです。わー、ピース君たちの声はある一人の女の子に届きました。そのメロディーを聴いていると、世界中の人たちがハミングで一つになっている素敵な世界が見えてきて、誰かに早く伝えたくなって、女の子はお家を飛び出しました。バズルから聞こえたハミングを歌っていると、いろんな国の人たちが集まって一緒に歌ってくれました。平和なその歌声は言葉の壁を越えて世界中に広がっていきました。僕もあなたもあの子もね、そのままでいいんだね、そのままがいいんだよ。おしまい。ありがとうございます。この絵本はあなたは大切なワンピースという絵本になっています。この絵本、2年前にふーっと空から降ってきて、 iPad で絵を描いて、ストーリーを考えて一生懸命活動、みんなで出版をしたものです。ありがとうございます。